着いたぜ。さて、あら、興味がない。ふっ。おいおい、ああマジでさ、さて、ああ、豆しか出ないぜ。いや、はいよ。実は、はい、感謝する。そなた、まあ、トロンプール様。さあ、あの商人の男、ここで待っていろ。どういうことだエル。大勢だと警戒される。私に任せろ、考えがある。おお、旅の方、リンゴが欲しいのかね。結構。私は剣士エルと申す者。ソロン王陛下とお見受けした。お下がりください。貴様ら何者だ。私はエドラス王国の剣士、ソロン王陛下に進言したい。危害は加えない。
武器を下ろせ。剣士殿、ご名答、話を聞こう。私がアルティニアの王、ソロンだ。それで、ソロン王陛下、なんと、面倒さ。貴公は私は祖国の平和を願っているだけです、陛下。そして、そして、よかろう。陛下、それに、だが、しかし。そなた、ああ、ああ、陛下、私が信じるものを信じぬのか、面倒さ。さあ、
礼いたします。おお、これはなんと美しい。その美貌、一国の主すら虜となるだろう。いいか、私はこれから大事な商談があってね。無事にそれを終えたら一杯ごちそうしよう。はい。シャルル、どうした？口が開いたままだが。女神だ。陛下、国の命運を握る階段の前ですぞ。落ち着け、面倒さ。国の主たるもの、何時も懐の深さが寛容だ。三国の王はそうして互いを受け入れてきたのだ。今日まではな。さて、お出ましか。さあ。貴公は？我が王は参りません。私は使いのセロと申します。どういうわけかお聞かせ願えるかな。帰国アルティニア、リーベン、そして我がエドレス、三国は不可侵条約を結び手を取り合ってきましたが、我が国の力はもはや帰国らを上回っています。公平な契りを結ぶ理はありません。ほう、では何を話しに来た。我がエドラス王国へ下りなさい。帰国を平頓し、オルステラを滑る礎とする。それが我が王のご意志です。さあ、お答えを。帰国の考えは承知した。だが、嫌だと言ったら。王は予見していました。貴公の愚かさをね。王のお答えは、これです。はじめから私の首を狙う腹だったのだろう。陛下、お下がりください。カパード！バカな！アルティニアが誇る剣士を！ほう、この程度で？
帰国の力がうかがい知れますな。そこまでにしてもらおうか。アルティニアを愚弄するのは。表へ出られよ。酒場を荒らすのは水客の仕事だ。死に場所はここでよいのですか？はて、誰の死に場所かな？私は強いですよ。我が王が貴公の首を取るため選んだものです。そなたら、どうかこのソロンに力を貸してくれ。無駄なことを。剣王ソロンはここで死に、歴史は変わる。すべては定めなのです。さあ行きますよ。放っておくわけにはいきません。行け。死に場所はここで良いのですか？弱点です。いや、弱点かな。どうするか。主役は前に出ないとね。お任せを。竜巻の死を聞かせよう。乱れ打ち。無駄なこと。えい、あと任せます。諸神は見ておられます。さてと。たやりますわよ。はい。私が。私だってできるんだから。あとは任せてください。あと悪をがら空きだよ。暴力はいけな。助かったよ。こんなに弱ってしまって。悪を撃つ。失格の役に立った。死に場所はここで良いのです。倒れてください。やりすぎてしまいましたな。えい、見せ場だよ。祈りなさい。はぁ、ここからよ。僕の舞踏をとくとご覧あれ。全てを奪う。怪人と化せ。竜巻の死を聞かせよう。あとはよろしくね。空が荒れるぞ。神が我らを救いたまえ。どう奪うか。私だってできるんだから。はい、
我がエドラス王国へ下りなさい。悪を撃つ漆黒の刃、倒れてください。ダン、華麗に。はあ、うん、やー、悪を撃つ漆黒の刃。ほら、君の弱みを見せておくれ。神が我らを救いたもん。今よ、これが私の覚悟。せろ、せれ。やりますわよ。怪人と化せ。あとはよろしくね。倒れてください。どうするか。私の番。僕の武闘をとくとご覧あれ。私だってできるんだから。我がエドラス王国へ下りなさい。悪を撃つ漆黒の刃。はぁ、任せる。どうする。お任せを。悪を撃つ漆黒の刃。それそれ、僕のファンが増えていく。今日は店じまいよ。しくじるとは。陛下、ご無事ですか。うん、礼を言う。そなたらがいなければ危うかった。陛下、大変です。あ、あちらから弁王国軍じゃねえか。なんでここに。大方の予想はつく。ソロン王よ、降伏されたし、我らがリーベン王は貴殿の首をお望みだ。さあ返答やいかに。そなたらは逃げよ。アルティニアのものではないのだ。命までは奪われぬやも。さあ急ぐのだ。なんと本気か、旅の方。私も戦おう。降伏すれば陛下の首は取られ、アルティニアは終わる。見上げた者たちよ、生きて帰ったならうまい羊肉を振る舞おう。シャルル、君は
この数と戦おうとは血迷ったか、ソロン王よ。まあいい、どのみちその首もらう予定だ。出れ出れ。何か起きたというのだ。陛下！何事だ？たった今、スカイガラスが知らせを。リーベンが。最初どうなっている？陛下、どうやら何者かの奇襲を。陛下、お逃げください。ラーム最初の何を。丸裸の王ほど哀れなものはない。パーディス三世、なぜ。愚問。ま、世はソロン王の首を狙い密談に赴いた。我がしもべが伝えたろう。はじめまして、陛下。私はしがない道化師。陛下が信頼される宰相様の姿をお借りしていました。あ、本物の宰相様は土の中です。余が狙っていたのはその首ぞ。パーディス、貴様、我が手の上で踊ったのだ、愚かな王よ。だが、そして、さて、シャルル。悪いな。幸運を。ああ、ソロン王陛下。
剣士エル殿。ありがたい。アルティニア王国で会おう。